食べる食べちゃダメ食べる食べる広いねーって広いねトントン気をつけはい、それでは朝のご挨拶どうぞ先生おはようございます皆さんおはようございますはい、よくできました。これ朝の会でね出てたかなはい、行きましょうよーいどうぞこれじゃあちょっと走ってみようか明星幼稚園園長の秋丸明文です。まず簡単に、本園の教育方針を話したいと思います。本園は、学校教育法、教育基本法に基づく学校法人です。文部科学省の定める幼稚園教育要領、これには5つの領域があります。健康、人間関係、環境、言葉、表現、この5つの領域を基礎としていたしまして、教育の基本的要素であります地域、特育、体育、そして新たに食育が近年加わりました。本園は各自の個性を伸ばし、その創造性を育てる上で最もふさわしい環境づくりを作っております。子どもたちには送迎時に元気で挨拶、これが本園の最大の指導の目的であります。また各家庭の連携を保ち、基本的生活習慣を身につけております。また幼児期の豊かな情操を育み、自主性をも養っております。地域の貢献といたしまして、子育て支援の一端で預かり保育、また毎週土曜日幼稚園を開放いたしまして、随時私副園長が待機しておりまして、近隣の皆様のお話を伺っております。簡単ですが、園長からのお話は以上です。